寮母性とは、遺体の埋葬地と母参のための地を分ける日本の母性習俗の一つである。遺体を埋葬する墓地と猛でいるための墓地を一つずつ作る創生で、一個人に対し二つの墓を作ることから寮母性と呼ばれる。遺体の埋葬墓地のことを埋め墓、母山のための墓地を参り墓という。基本的に一般民衆の墓を対象にし、その成立、展開は、 近世紀以降である。両母性は土葬を基本とし、遺体処理の方法がほとんど仮想に切り替わった。現在では、すでに行われなくなった収束と言って良い。しかし、両母性墓地自体は、現在も各地に残っている。早々収束、祭祀収束と合わせて各地に様々な特色があり、特に近畿地方に濃厚に存在している。その特徴的な母性は、大正期より、 複数の報告がなされたが、民族学者の柳田国小賀章は4年に母性の遠隔についてで両母性を取り上げて、以来、両母性の諸問題は民族学の範疇となった。ただ、柳田はこの習俗に関しては、装置と祭り地といった呼び方をし、両母性という言葉自体は、柳田の下で山村調査に当たった民族学者の大町徳造が使い始めた語である。 両母性は必ずしも一定の決まりを持った種族ではなく各地で様々な特色がある。ただ大きく捉えると両母性の特徴は梅墓という遺体埋葬地と舞墓という遺体のない墓産用墓地の二つが存在していることにある。両母性両母性の梅、多くは土葬を基本とするが稀に火葬や海装を伴うものも見られる。人里離れた山林などが多く、 墓標を全く立てずに埋葬する場合、自然に、石、木製拡柱墓標、外葉を墓標に用いる場合、あるいは参り墓と同じように石塔を立てる場合など、様々なパターンがある。集落ごとの共同墓地であることが多く、その埋葬地は家や年齢などによって区画分けされる場合もあれば、全く決まりがなく、空いた土地に埋めたり、古い墓地を掘り起こして追葬する場合など様々である。 梅墓に参る期間も、埋葬後は、一切梅墓に参らない場合から、49日、一周期、さらには5年、7年という長い期間を経て、弔い上げをする場合など様々である。いずれにせよ、弔い上げの終了後は参り墓へ墓参をするようになる。また、梅墓の土を参り墓へ持っていく風習も少なからず、存在する。墓のとしては、様々なものがあるが、 多い事例としては、未墓、三枚、墓地、引き墓などがある。定期的な墓参や先属用、盆などに参るための墓である。通常、石塔を建てる。遺体や遺骨はない。寺院の境内に存在する場合も多く、石塔は、逸話塔、多方塔、宝鏡院塔のような仏塔から一般的な格塔墓、傘塔墓など様々である。遺体埋葬の必要がないので、 石頭だけが緊密に並べられることが多い。参り墓の故障としては、乱頭場、乱頭、達長場、三枚などがある。両母性の基本は梅墓と参り墓が距離を隔てていることにあるが、全国の例では二つの墓がかなり近い位置にある場合が多く見受けられる。これは梅墓と参り墓が道一つ挟んで並び合っている場合や、参り墓が小高い乱上にあり、 その下の平場に梅墓がある場合、あるいは完全に同じ土地に梅墓の区画と参り墓の区画が隣接している場合がある。このような隣接両墓は通常の田んぼ生との区別が曖昧である。仙骨日本及び風葬日本の風葬も参照かつての琉球地方においては仙骨の前後で墓所を移動するという形式の両母生が存在した。これは 親族の手による仙骨を経ることによって死者の汚れが浄化され、それとして成仏するという信仰に基づくものとされる。典型的な例では、遺体はまず後世と呼ばれる、不条の地で風葬に付され、一定期間の後に仙骨を行い辻がめに、収められた後、別の地に設けられた共同墓地あるいは、先祖代々の墓に葬られる。ただし現在の沖縄、奄美においては、 後世と参り墓を分けることは行われていない。一部地域に残る風葬や土葬後に、仙骨、改装を行うケースでも、同じ墓所内で行われるのが通例である。両母性が、なぜ発生したのかということに関しては、不明な点が多くはっきりしない。代表的な意見としては、死への観念や、遺体恐怖から、遺体埋葬地を人里離れた場所に作り、 人の住む場所の近くや寺院境内に死者用のための石灯墓地を別に作ったというものがある。現実に土葬習慣における腐敗した遺体の周期を避けるため、また昔は医療が発達しておらず死因がほとんどわからないために遺体より伝染病などに感染する確率が非常に高く、さらには都市部では人口が多いため住宅が現代のように密集しており、また 長屋暮らしの者には、庭はなく、我が家の庭へご遺体を埋めるわけにはいかないので遺体は、梅墓へ埋葬するが、埋葬ご遺体がある程度、土へ帰れば、他者の遺体もその場所へ埋葬しなければ用地が足りない。しかしそうなれば、我が家のお墓を永久的に保つことはできないので、埋葬地を別にしたとも考えられる。柳田は、梅墓において、個人の埋めた場所が曖昧であったり、 わからないといった例を用いて、死へや魂の問題から梅墓を墓として認識しておらず、参り墓こそが本来の墓であると考えた。また、海藻、風葬習慣から両母性が発生したとした。また、大町は死へを恐れる古い習慣がもともと存在し、同時に死者供養のための石頭を使用して両母性は発生したとした。柳田らの考え方では、 それへ信仰に基づいて、日本固有の古い習俗として位置づけるものがあったが、一方で庶民の墓に石頭を墓標として建てる。習慣が中世末より近世期に一般的になったことや、両母性が近畿地方にのみ濃密で、他の地域では極端に例が少なくなることを踏まえて、両母性はそれほど古い習俗ではないという考え方もある。両母生は近畿地方に濃厚に存在し、 関東、中部、中国、四国には散在、天在の形である。民族資料緊急調査による都道府県民族地図によると調査時に確認された、両母性収族を持つ集落は、滋賀県、奈良県、京都府、兵庫県など、近畿地方に圧倒的に多い。その他の都道府県では、三重県、福井県、静岡県を除くと少ない。 両母性墓地は現在でも見ることはできるが、近年は使われていない場合が多い。それは両母性が土層を基本とするため、仮葬が一般的とな現在では特に梅墓は、地域の共同墓地として解釈されている場合が多く、近年は土地利用の観点から梅墓を再整備して、石灯を持つ田んぼの通常の仮装墓に切り替えるケースが多くなっている。ありがとうございます。